鉄道駅。駅員無配置駅。無人駅の、無人とは駅員を務める人が皆無という意味で、乗降客数のことではない。利用者が少ないため無人駅化されるとは多い。対外年は、有人駅であるが、一部の有人駅は、時間帯によっては、駅員がいなくなる。なお、路面電車停留場については、駅員無配置が標準的であるため、 無人駅の概念に含まれない場合が多い。旅客を取り扱う無人駅では、特別な理由がない限り乗車、下車は通常通り行われる。駅員がいないため出発、改札、収札について省略されるか、有人駅とは別の方法、運転士による車内収拾や小、民家などへの券売委託など、か、自動化手段、自動券売機や自動改札機などが取られる。 無人駅は、駅税権の人口や、乗降客が極端に少ない過疎地のローカル線場合に、設けられる事例が多い。近年では分岐器や信号機の遠隔操作が可能になったことにより、駅に、それらの操作要因を常駐させる必要がなくなった、ことなどに起因した、人件費削減という鉄道事業者側の都合も、加わり、人口気迫地域でない各地でも見られる。例えば、 日本有数の大都市である、川崎市と横浜市を走る鶴見線の場合、鶴見駅以外は全て無人駅となっている。なお、旅客と直接接する出発、改札などの業務を行う係員がいない場合に、無人駅と称される場合が多く、Wikipedia 日本語版でも、この分類に従っている。旅客扱い上は、無人駅であっても、旅客と応対しない構内の信号管理や、 貨物扱いをする係員が勤務している場合もある。乗車駅証明書を発行する機械で、駅の改札口付近に設置され、駅名、発行日、時間が印刷された乗車駅証明書が発行される。運賃生産は、この証明書を見せて行う。不正乗車が容易であることから、無人駅用の自動券売機の設置や、列車内での乗車整理券発行によって、 乗車駅証明書発行機は数を減らしている。IC カード乗車券が使用できる路線の無人駅に入場用と出場用の2種類が設置される。IC カード用の改札機はあるが、磁気乗車券類に対応した改札機は設置していない駅もある。自動券売機設置無人駅、主に JR 西日本管轄や時間帯によって駅員配置がない駅に設置される。 乗車券や回数券を通すと入場日時、駅が刻印される。駅集中管理システムを導入していない線区で、乗車駅証明書発行機、または、簡易委託の代わりに設置される。また、営業時間が短い業務委託、簡易委託駅での導入例もある。購入できるのは、おおむね2000円以下の近距離乗車券で、支払い方法は、 JR 西日本のアイコカエリアにおけるアイコカ、入金券用機等の一部例外を除いて、高価と千円札のみである。また、JR 八戸線、長縄城から、サメ間の終日無人駅では、八戸線内容と八戸駅経由青い、森鉄道線連絡用の2種類の自動券売機が設置されている。東南、破壊対策のため警備会社への通報装置や、 監視カメラなどを備えている通常は無人駅だが臨時的に営業日を設けて窓口営業を実施すること。JR では無人駅と改め旅客への案内では特別改札といい民営化前後の乗客像への対応や余剰人員対策として管理駅から派遣という形で臨時窓口を設けた。当初は特別補充券で対応していたが 臨時窓口が工場化してくると管理駅の別窓口という形で乗車券を発行した。従ってその無人駅で乗車券を購入すると発行駅名には管理駅名が記されていた。例として下記に観光客が増える川湯温泉駅やドアイ駅が挙げられる。また JR 東海では爽やかウォーキングを開催する際、開催駅が無人駅だった場合、 臨時改札を設ける。管理駅や運行区から改札や集札、乗車券類の発券を行うため駅員や車掌が派遣される。東武鉄道の無人駅では臨時改札をするときとしないときでの乗車券の購入の仕方が異なる。改札をするときは駅員が常備券で目的地までの乗車券を発行し、改札をしないときは 乗車券販売委託をされている商店や民家で240円、11から 15km 相当までの乗車券を購入するか、入り出場証明書を発行機で発行し、降車駅の有人改札で生産をする。なお、青い森鉄道の無人駅では、朝の通勤、通学時間帯のみ一部の無人駅に係員を配置し、周改札を行うほか、 沿線で大きな祭りやイベント開催時に、区間と時間を限って、臨時に社員が配置される。さらに、高校や大学が近くにある、無人駅では、平日朝の通学時間帯の未就活業務を行う、駅員や係員が配置される駅がある。自動券売機が設置されている駅では、友人駅と同様に、自動券売機で乗車券を購入してから乗車する。 乗車駅証明書が備え付けてある駅では、証明書を取ってから乗車する。この場合の運賃の支払いは、降車時に降車駅、または列車内の運賃箱で行う。また、一部事業者を除き、ワンマン列車に乗る場合は、乗車時に車内に設けられている発行機で、整理券を取る必要がある場もある。乗車券及び証明書、整理券が入手できなかった場合は、 列車に乗ったらすぐに運転士または車掌に申告する。列車内または駅舎に設置された運賃箱に乗車券または乗車駅証明書、整理券と運賃を入れる。定期券は乗務員に提示する。なお、運賃の管理の観点からワンマン列車が無人駅に停車した際の条項は入口は整理券発行機が設置されている一両目、後ろ側ドアのみ。 出口は、運賃箱が設置されている一両目前側ドアのみとして入れていたり、2両連結している場合でも、列車からの乗降はもっぱら一両目の車両だけが利用でき、二両目からの直接の乗降できず、二両目はドアを開閉せず一両目を通して行う必要があったりする合わせがある。管理は、運営会社、地域住民、併設された設備の管理者によって行われる。 JR では主に、その無人駅を管轄する直営駅が定期的に巡回し傾向等など、設備の維持補修、清掃、時刻表や掲示物の管理、自動券売機の運用管理、ダイヤ混乱、運休など、時の遠隔一斉放送実施などの管理を行うのが一般的である。ただし、業務効率化のため設備管理業務を直営駅から、 保線担当部署へ移管する例もある、JR 九州の鉄道事業部管理エリアなど、越前鉄道三国あわら線三国港駅、竹豊線竹豊駅などのように、夜間大泊を伴う場合は乗務員宿泊施設も設置されている。友人の管理駅から複数の無人駅を遠隔管理するシステムが導入されている。近畿日本鉄道は、 無人駅の利用者からの電話、インターホンによる問い合わせに、約30人のスタッフが一括して対応する総合案内センターを奈良市に設置した。大阪府と三重県に置いていたコールセンターの機能を統合した。利用客が少ない駅では、他の施設と駅舎が併設されているものや、駅舎を他の施設として利用している駅もある。以下に例を示す。 簡易委託駅として扱われている駅もある。このような駅は従業員や施設管理者が常駐する施設になっているとはいえ、駅業務を担当する駐在職員がおらず、乗車券も販売していないため、無人駅に当てはまる。ただし、併設されている施設または近隣の商店などで乗車券を販売している場合は、簡易委託駅に類する。また2007年、 当時の郵便局会社、現、日本郵便は、過疎地での簡易郵便局の閉鎖を減らすため、JR 東日本の無人駅に簡易郵便局を併設する計画を表明した。ヨーロッパの場合、切符の確認は、列車内の車掌による検察、車内検察が一般的であり、有人駅でも無人駅でも、駅構内に改札や改札機を設ける例は多くはない。 また、ヨーロッパの鉄道では、切符の行き先を乗り越すと罰金が課される場合があるなど、日本の鉄道のように乗り越し生産が認められていないことが多く、有人駅にも無人駅にも乗り越し生産機は設置されていない。また、無人駅でも券売機だけは設置されているような駅から乗車した場合、そのような駅の路線の一部の近郊列車に目玉マークがついている場合がある。これは、 列車内での発見をしないので、有効な切符を持って乗車しないと高額な罰金が課せられるという意味である。このような列車に有効な切符を持たずに乗車してしまうと、頻繁に巡回している検察に無券乗車でであることを発見された場合だけでなく、乗車後すぐに車掌に申し出たとしても例外なくかなり額の罰金が課せられることになっている。知らなかった。 外国語が読めなかった、すぐに車掌に支払おうと思っていたなどの事情は一切考慮されない。無人駅から乗車し、無人駅で下車する際に、車内改札も、収札もない場合の素通りや、駅集中管理システムを無視して改札口を強行突破するといった不正乗車のリスクがある。多少の取りこぼしよりも削減できる人件費の方が経営的に重視され、 無人駅が増加している。無人駅だけでなく、夜間に駅員が不在となることにより、不良少年やホームレスの溜まり場となって、駅前にとどまらず、駅構内の治安まで乱れていることもある。駅設備への落書きや破壊も見られる。このことから、駅に監視カメラを設置したり、警察や地域ボランティアによるパトロールなどが行われたりすることもある。無人駅の中には、 廃車となった貨車、主に車掌車の車体を待合所に改造し、老朽化した元来の駅車を代替している事例も、北海道を主体に存在する。特に1984年2月1日、国鉄ダイヤ改正以降、貨物列車がのきなみ削減されてから多く見られるようになったが、元が貨車だけに居住性は悪い。多少改造されているとはいえほとんどが原型を止めている。 また製造されてからはもとより、設置されてから、年月が経過したため、老朽化で撤去されるケースもある。無人駅のトイレについては、建物の老朽化、維持にかかる、費用面などの理由で、閉鎖、撤去された駅も多い。また、設備が長らく更新されていない駅もある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。